私の名前は肉の工事肉よ。新宿で夜の蝶をしながら、昼間は金融機関で経験を積んだキャリアガール。今宵も悩める OL さんを救っちゃいます。ウィズオンラインをご覧になっているお仕事女子の皆様、お疲れ様です。ニューレディの肉の工事肉よです。本日はウィズオンラインニューレディお金の相談所の100回記念で、なんと最終回になります。うえー、今日は最終回ということなので、皆さんの相談に対する回答ではなく、私がこの連載に思っていること、そういったことを皆さんにお話ししていきたいと思います。よろしく。私なんですけども、まあ、皆さんもご存知の通り、証券会社、銀行、保険会社と金融機関に勤務してきたんですけども、専門としては一応共通しているのがリテール、個人客への金融商品や運用商品の提案でした。だから投資商品や投資に関する知識や顧客にね、説明するための経済の基礎知識っていうところはあったんですけども、それ以外のね、領域に関しては、まあ、一般常識程度の知識しか持ち合わせていませんでした。そうは言っても、金融商品っていうのは日々進化していくので、お客様に投資を提案するのに勉強しながら自分の知識をアップデートさせていくっていうトレーニングを社会人時代に10年以上積んでいました。なので皆様からの相談で専門分野以外のものが来たっていう場合には、一瞬ね、たじろきながらも、おお、勉強して自分の持っている知識をアップデート、ブラッシュアップさせながら回答をしてきました。この連載を始める前からね、経済やお金に関することは大好きで、月曜から金曜は経済報道番組のワールドビジネスサテライトと日経プラス9という番組を欠かさずチェックしていましたが、以前はね、気楽な気持ちで見ていた番組なんですけども、この連載が始まってからは、何か見落としがないようにと、より真剣に見るようになりました。お金に関する悩みっていうのは、日々ね、動く経済や新しい常識で対応方法が変わっていくんですよね。その変化のスピードっていうのは年々加速していて、10年前の定石が今では通用しないような状況になっています。そのね、変化に合わせて私たちも考え方や解決策っていうのも変化させていかなければなりません。でもね、変わるっていうことはね、ストレスでもあるんですよね。一般的にはね、ガラッと環境が変わる3月4月に大きなストレスを受けて5月病を発症するようなね、ケースが多いように、人間というのは変化に弱い生き物です。何も知らない子供と違って、一旦社会での経験や知識を身につけてしまうと、それを変化させるというのは抵抗があるものです。今までのやり方でうまくいっていたのだから、これで大丈夫なはず。しかしね、現実では今までのやり方ではうまく回らないことも出てきていますよね。何も知らない子供の時代に戻れたらどんなに楽だろうっていうふうに時々思うんです。だけどね、私たちは日々年をとって老化をしながら、やがて死を迎えます。どうせね、いつか死ぬのなら、慌てず騒がずじっとしていればいいという考え方もあるとは思います。それもね、一つの生き方だと思うんですけども、でも私はね、そういう仙人のようなね、達観した生き方っていうのは退屈だなというふうに思ってしまうんですよね。私はいつか死ぬことが分かっていて、100年後、1000年後には私が生きていた証さえ何も残らないとしても、少しでも多くのことを知りたいし、たくさんの分かるというのを感じたい、そういうタイプの人間なんです。好奇心、これは英語で言うとキュリオシティっていう言葉なんですけども、私はね、好奇心が旺盛なんだと思います。せっかくね、不思議な縁で地球上のこの時代のこの国に生まれてきたんです。もちろんね、お父さんお母さんが生殖活動をして私がね、生まれてきたっていうことは理解してるんですけども、そのね、お父さんお母さんが出会ったこと、それぞれの祖先が同じように出会ってきたこと、私たちはね、とんでもない奇跡や巡り合わせの末に生まれてきた存在だっていうふうに思うのです。
だからね、生きる機会をもらえたことに感謝をしたいと思っていますし、私は次の世代の子供を残せないので、生きている限り世の中のことを少しでも詳しく理解して、これからを生きる人や次の世代の人が私の失敗や試行錯誤や改善案を通じて少しでも生きやすくなったり、さらに次のステップに進めたりしてもらえたら嬉しいなというふうに思っているんです。そしてその過程を私自身も楽しみながらやっていければ最高だなというふうに思っています。そう考えると、時代の変化についてむしろ積極的に考察して対処方法を考えて発信をしていくというのが私の役割なのではないかと思っています。私自身そういう意識で日々を過ごしていますけども、私一人でね、感じる変化というのには限界があります。今回ね、このニューレディお金の相談所の相談を通じて、私自身だけでは気づかなかった疑問に出会うことができましたし、その際に学びながら一緒に知識のアップデートをしていくことができました。私にとっては皆様からのお悩みというのは宝物でした。いろいろなご相談がありましたが、すべての相談者の皆様に感謝します。ありがとうございました。そもそもの性格がちょっときついっていうこともあって、たまにね、厳しいことを言ってしまったりもしたんですけども、私なりに自分事として親身に回答してきたつもりではあります。そしてね、その回答をしているうちに、好奇心旺盛な私は、お金のことだけではなく、もっと広い範囲のお悩みにも触れてみたいと思うようになっていました。このね、ニューレディお金の相談所っていうのは今回は終わるんですけども、次回から相談内容を少し広げて、ニューレディお悩み相談室として、恋愛、教育、キャリア、ビジネス、人間関係などについて回答していきたいと思います。もちろんね、今まで通りお金に関する相談も受けたまわっています。47歳のね、おじさんでありおばさんでもある私が、今までの会社員としてのキャリアや、ショーガールや接客係としての経験と人脈をフル回転して全力で回答していきたいと思っています。ニューレディお金の相談所は2020年の9月17日から連載が始まり、それから毎週、年末年始もなく、お盆休みもなく、一回も原稿や動画を落とすこともなく、100週続けて回答を出し続けてきました。これはね、私個人の力だけでなく、チェックをして記事を作成して掲載をしてくださった Wiz Online の編集部の皆様と動画の編集さんのおかげでもあります。うちはだけど、言わせてありがとう。でもね、やっぱりね、ちょっと自分も褒めてあげたい。ね、有森裕子さんみたいですね。はい。どうぞ、これからも末永く、Wiz Online および肉の工事肉用をごひいきにお願いいたします。またね、相談なども多分この辺に受付お待ちしておりますので、どしどしお寄せいただければと思います。では、またお会いしましょう。バイバーイ。